3. 光合成が行われる場所。1. 大金玉を用意する。数時間光を当てた大金玉 A と、光を当てないようにした大金玉 B を用意する。2. 顕微鏡で葉を観察する。 A、B の先端近くの葉を1枚ずつ取り、スライドガラスに載せる。水を一滴落としてカバーガラスをかぶせ、顕微鏡で観察する。注意、本来生息していなかった場所で増えてしまう恐れがあるので、大金ダムを川や池に捨ててはいけない。 3. 葉に溶素液をつけて観察する。葉を熱湯に数分浸す。注意、熱湯で火傷をしないよう注意する。その葉をスライドガラスに乗せ、ヨウ素液を一滴落としてカバーガラスをかぶせ、顕微鏡で観察する。コツ、大金ダムを温めたエタノールに入れて脱色してから溶素液につけると、色の変化が見やすくなる。結果の整理。葉の内部の様子をスケッチして、溶素液と反応して色が変わった部分を記録する。